たわね。今日は重大発表があるわ。時の海王神様、一体何が。落ち着いて。なんと、そうとはめでたい。あの、時の海。そうよ、さなんだ、俺はてっきり歴史の海。なんだとは何よ、分かってないわね。この宇宙。はあ、そうか、時々は時間を司る鳥でな。この卵が孵化した時、新しい宇宙。へえ。さあ、パ。え、ちょっと待って。それ。そう。はあ、パーティーは全員揃ってからにしましょうか。そうですね。まったく。え、これは。ご苦労様。かなりの量の霧が回収できてるわね。予測をはるかに超えたダメージエネルギーを。確かに俺は以前よりもはるかにパワーアップした。だがなぜだ、この湧き上がってくる不安は。数字では測れない得体の知れない力、俺にはない。奴らのあの力の正体は何だ。この男もそうだ。捕まえる時計測した値よりもずっと強かった。トアの改造によってあの時よりも今のこいつは確実に強くなっているはずだ。だがあの時のような怖さは今のこいつにはない。あの力の正体は。ミラ、いい頃合いよ。よ、あなたと。どうやら貴様は魔人ブーが気になって集中できないようだからな。ジタ、そうだな、みんなでやるぞ。きっと魔人ブーに勝てやるぞ。さすがの貴様も無断を使われては仕方がない。俺が出してしまった魔人ブーは俺が片付ける。貴様との決着はその後。まだ俺がいる。みんな殺しちゃおう。この不細工なマヌケ面がマジに分発する。俺一人地獄にはいかん。貴様も道連れにしてやる。おい貴様、俺が魔人ブーの相手。
ここの手段は貴様が片付けやがれ。あぶつだ貴様、手置きだ。死なさんぞ。ボルさん、フロリーに邪魔させてはいけません。何としてもここでフロリーを倒してください。マジサイヤ人だろうが俺には関係ないぞ。よし、フロリーを倒せましたね。同じ正しい歴史の流れに戻る。ブが本来の歴史より強化されています。ここは父さんに加勢してください。ママを大切にしろよ。え？お前は赤ん坊の頃から一度も抱いてやったことがなかったな。抱かせてくれ。なんだよパパ、やめてよ、恥ずかしいよ。元気でな、トランクス。二人を連れてできるだけ遠くを離れてくれ。急いで。頼んだぞピッコロ。貴様の片付け方がわかる。やっと。ん？初めて自分以外の人間と戦おうとしているな。貴様を倒す。二度と修復できないよう粉々に吹っ飛ばすこと。さらば、ブル、トランクス、そしてカカロ。お疲れ様。今回も頑張ったわね。父さん。お前さんには辛い歴史じゃったかもしれんな。しかし、感傷に浸っとる暇はないぞ。まだ歴史の改変が完全に治ったわけでは。ちょっと。なんじゃい。デリカシーがないわね。こういう時は少しの間そっとしとくもんでしょ。いえ、大丈夫ですよ。ありがとうございます。父さんは俺の誇りです。俺も落ち込んでなんかいられませんよ。
ともかくお疲れ様でした。今は体を休めて、準備ができたら声をかけてください。この巻物を見てみ。今回の歴史改編は今まで以上に厄介じゃぞ。ただでさえ恐ろしい強さのあの魔人ブーがさらに強化されてしまっとるようじゃ。ミラたちにも気をつけてね。俺は別方面からミラの行方を追ってみます。あなたは魔人ブーをお願いします。おめえもまだ。弾を殺すつもりだ。当てんぜお前は。絶対だ。許さないぞ。ぶっ殺してやる。
てくれたかな。ラッパの方はご飯に。どうした？地獄から出られないのか。このままじゃホタルが使えない。なんだと？今の話聞いたわよ。よし、地獄に向かってちょうだい。やったな。この調子で。くたばりやがったか。世話になったな。トランクスを休ませているわ。傷は治したけど、ずいぶん消耗しているみたいで。邪念ば相手に頑張っとったからの。ま、すまんが、次の歴史改編もお前さんに何とかしてもらわんといかんようじゃ。まだ歴史が完全に修正されていないのよ。次の魔人ブーは自制心を失ったアクス。これが最後の戦いになるはずじゃ。頑張るんじゃぞ。最高でもいいんだ。おい貴様、お
超えきたプロパーから戦う気なんだろう。時間稼ぎだ。協力しやがれ。期待してるぜ。超えるか。世界の人間ども、今あるところで魔人ブーと戦っている戦士がいる。そこでお前たちの力を借りたい。力を合わせてブーを倒すんだ。なあ、オラに元気可能な限り分けてくれ。頼む。おい、春を消すにゃ。これでも多分まだ足りねえぞ。分かってる。こいつもこいつも俺の言うことなんか信用しやがらないんだ。あい、地球人ども、さっさと協力しやがれ。でか、なんでみんな分かってくれねえんだよ。